おはよう。この人早く起きないかなと思って見てただけだよ。汲んできたから顔洗いなよ。気持ちいいよ。眠れた？あのね、一ついいかな。私も眠れたけど、すごい汗かいた。向こうに小さな泉みたいなところがあったんだよね。それで、ちょっくら水浴びしてこようと思うんだけど。言わないよ！行ってこようかなって思っただけ。ハイリが起きる前に入ってたら、私が入ってる時に起きて、あら、水の音、なんだろうって、やってきちゃうかもしれないでしょ？ということで、入ってくるから30分は近寄らないように。ありがとう。
じゃないよ。岩場の茂み。興奮してた。まあ私も悪かったし、緊急事態だったし。見なかったよね。いろいろ。ああ、嘘だね。何を見た？謎の発作無ゴッホ。ご飯にしようか。ツナ美味しいね。いきなり。あー、この人さっきのこと思い出して笑ってたな。忘れろ忘れろ。じゃあなんで笑ってたの？嘘だ、それはそれで気持ち悪いし。やっぱり思い出してたんだ。カモメなだけに鳥頭？うん。ひどいこと言う！そもそもハイリだって高原だから鳥頭じゃない。ボケツを掘ったな。どっちが鳥頭やら。入るよ。なんで？うん。もう子供でも入ったんだから。怖いことなんてないよ。
ここに来てそんなに心配してもしょうがないじゃない。私は一人でも行くよ。昔と同じって？これがあるから大丈夫だよ。キャンプでも役立ったね。じゃあ行こう。持っていくよ。何それ。バカなこと言ってないで行こう。入り口から30メートルほど行ったところに細いけど抜け道があるんだよ。多分この辺。出るの。ここ。
から取れるの？あ、地図にはそう書いてあるよ。このまままっすぐ進んでも行き止まりだけど、この細い道を抜けると奥に繋がってるんだって。なんか怖いですね。私が先に行くね。行ったところで泉が流れてるの。細い足場があるから気をつけてそこを渡るようにして。足が悪いならこんなところに来るわけないんだから。それは教えてあげないよ。朝とか夜に、夏とか気温が高い時は大丈夫だけど、それでも時々すごく痛んで、それで体重をスーツケースに預けてるとマシになるから、本当は杖とかでもいいんだけど。
ごめんなさい、黙ってて。大丈夫だよ。だから引き返すのは、いや、ありがとう。わかった。じゃあ、あのね、実はさっきから結構足が痛い。あ、ごめんなさい。もう嘘つきません。ないです。うん、ありがとう。慣れてるから。ハリーはどうしてこの島に来てるの？だって、さっきから私のことばかり詮索されてる気がして、悔しいから。つまり、傷ついてるの？なんで？だって知りたい。興味本位んだけど。うん、しくじったって？それで逃げてきた。なるほど、期待に応えられなかったと。でもさ、そもそも期待してもらえるのはすごいね。それだけに裏切るのは辛いね。辛いね。気の利いたこと言ったつもりだったよ。意外とそんなに期待してなかったのかも。でも、期待を裏切られるのは、やっぱり辛いよね。ああ、ごめん。違うの。今のはハイリのことじゃなくて、私のことだよ。私はやっぱり期待してるんだ。そんなつもりはなかったけど、ゴールが近くなるにつれて自分がすごーく期待してたんだって自覚してる。
に会えるのは、この洞窟の先にまだ海賊船があって、そこにみんなのうち誰か一人でも来ていて、私を待っているかもしれないって期待してるの。けど本当言うとね、多分誰もいないと思うんだ。しょうがないよね。10年前の約束のためにこんなところ来ないよね、普通。いいの、それくらい私だってわかってる。私、小さい時から体が悪くて、ずっと病院で過ごしていて、夏休みに遊んだ記憶ってほとんどなくて、だから私にはこの思い出だけが大事だけど、みんなはそうじゃないんだろうなってわかる。みんないろんなところに行って他の思い出を作っているんだろうなって知っているの。あの夏はいくつもある思い出の中の一つになって、埋もれて忘れられて、だけど私にはたった一つの宝物だから、だからこだわるんだ。課題評価って、ハイリも？ごめん。私そこまでハイリを評価していない。ああ、でもね、そこそこは評価してるんだよ。そこそこは。ただ、ドキドキ不愛想だし、めんどくさがるし、評価してないところもある。じゃあ何？何を課題評価してるの？見つからなかったら？変な女とな。でも大丈夫、海賊船はあるんだから。
った気がする。でも、なんとかなったよ。だって、みんながいたから。電池切れ？馬力がすごければ消費も早いね。大したものだね。大丈夫大丈夫、こんなこともあろうかと予備の電池を。予備の電池は、持ってきてるから。参謀なり。参謀すごい！いやあ、あの音をたどっていけばいいんだね。でもこんなに真っ暗じゃ進めないよ。
みんなで手をつなごう。はぐれないように。うん、全員手をつないだ。あ、それじゃあ行こう。そういえばスーツケースは置いていく。いいのか？だってあれは。大丈夫、みんながいるから。大丈夫か？ありがとう。話すなよ。話さない。君と一緒なら。何ですか、いきなり。歌おう。君と一緒ならどこでも行ける。どこにも行かなくてもいい。君と一緒なら世界のどこにでも行ける。行けなくてもいい。どこでも行ける。行けなくてもいい。刺しているなり。ねえ、見て。あれは光だ。出口だよ。外だ。海の匂いがする。行こう。ビーチなり。泳ぎ放題だな。はあ、あれ、ねえ、みんな。どうしたなり？あれ、見て。え？あ？あれって。起きた？
大丈夫？答えられなかったんだね。ごめん。でも今回は期待に応えてくれたね。ほら、電灯の電池が切れて真っ暗で動けなくなって水の音を追いかけて歩いて行ったんだよ。流れる方へ歩いて行けば海に出られるんじゃないかって。そしたら私が足を滑らせて、とっさに私の手を掴んで助けようとしてくれたハイリも一緒に落ちたの。それで水の中で必死に私を岸まで引き上げてくれたんだよ。でもハイリ気を失っちゃって、それで
見て、向こうに光が見えるよ。出口だね。着いたんだね。地図の通りだと、ここを抜けたら海に出て、そこは秘密の入り江になっている。そしてそこに海賊船が隠されている。
そうだ、思い出した。私は…ハイリ、私、今、やっと全部思い出したの。でも、話してる時間はないから、スーツケースを見つけて。スーツケースを見つけて、そこに本当の私がいるから。ハイリー、ありがとう。私に付き合ってくれて、私の夢を叶えてくれて。あのね、私ね、きっとあなたのこと。何やってるんだ、こんなところで。
お前さん、加藤さんとこに来てる兄ちゃんだろ。船で来たわけじゃなさそうだが、まさか洞窟抜けてきたのか。ダメだぞ、あそこは立ち入り禁止だから。なんだろうな、ずっとここに置いてあるみたいだな。誰かの持ち物だとは思うが、この辺自体確か誰ぞの持ち物だからな。とりあえず俺の船に乗っていくか。連れ？カモメ？そんなこと言われても、どこにいるんだ？帰り、キャンプどうだった？大丈夫？すごく疲れてるみたい。ハイリ君？あれ？お兄ちゃん、荷物は？全部？何かあったの？大丈夫？
ツケースを見つけて、そこに本当の私がいるから。いきなり。飲み気でいいか。はい。何でしょうか。何？なんで？いいから話せ。食事でもしながら。なるほどな。そもそも行くなとあれほど言ったのに。はぁ、それで姿を消した女の子のスーツケースを見つけたいんだな。言った通り、あの辺に立ち入るのは禁止なんだ。そもそもあそこは島の管轄ですらないからな。それはどうかしたの？飲み気に怒られているのか。何をしでかして？高原が採石場を調べたいらしい。なんでまたあんなところを？友達が関わっているらしい。ふん、そっか。よし、行こうぜ。おいおい、そんな簡単に。よっぽどの理由があるようじゃねえか。だったら行こうぜ。はぁ、しょうがない。消えた女の子というのも気になるしな。私も同行した方が後々まだフォローができるかもしれないな。こんなところがあったんだな。昔の採石場の入り口は全部塞がれているはずだが、なんでここだけ残っているんだ？この辺一帯は私有地なんだ。だから島で管理しきれていないんだ。詳しくは私も知らないが、ある会社が買い取っている。大方リゾート開発でもする予定なんだろうが、今のところ手つかずでな。クククワクワクしてきたな。遊びじゃないぞ。わかってるよ。とにかく中に入ろうぜ。しかし、立派な洞窟だな。これだけのものなら観光客も呼べそうよね。本来役場はそのつもりだったらしいぞ。しかしまあ実際、人を入れるとなると安全の確認やらいろいろ大変だから、島の役場だけではなかなかその資金が調達できない。だから企業を誘致して共同して調査に乗り出したらしい。それが企業側の動きが急に鈍くなったとかで、しばらく手つかずのまま残されているわけだ。ま、この島の人間も役場ものんびりしているからな。そういえばここ数年、企業から派遣されてきた人間があれこれと島を調査していたらしい。もしかしたら、そろそろ動きがあるのかもしれないな。調査って？そう。島の中をうろうろして、何かをしていたらしい。それでスーツケースをなくしたのはどの辺なんだ？しかし洞窟の中までスーツケースを引っ張ってきたのか。すごいな。彼女は何か、それによって特訓でもしてるのか。ふむ、そうか。変なところに食いつかないでよ。気になるだろ。そもそも洞窟前で野宿したんだよな。二人きりで。うん、
都会っ子って進んでますね。わかった。そんな必死に否定しなくても。そういうのじゃないんだな。そういうのってどういうのだ？なぜ赤くなる？で、スーツケースを見つけるように言われたんだな。スーツケースを見つけて、そこに本当の私がいるから。笑っているんだ。なあ、大丈夫なのか？手を貸して。実は振られてストーカーになっているんじゃないだろうな。ありえるわね。危ないな。おい、あれじゃないか？ここに来たんだな。それもこんなものを持ち込んで。ねえ、ちょっと。どうした？これ何かのスイッチみたい。押してみていいかな？罠じゃないよな。誰がこんなところに罠を仕掛けるんだ。わかった。まぶしい。明かりがついた。どういうことだ？高原はここで溺れたのか。どうする？開けてみるか？わかった。そんなこと気にするな。ずっと住んでたのにこんなところがあるなんて知らなかったわ。高原、また何かあったら頼ってくれ。